流山市、小牧柏市柏の葉六丁目、若柴柏市大青田森谷市百合ヶ丘二丁目、つくば来市東湖、森屋未来京都市軸道路は、埼玉県三里市から、千葉県流山市、柏市西部、茨城県森谷市、つくば来市を通り、茨城県つくば市に至る、建設中の都市計画道路である。ほぼ全線が首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスに沿っている。 都市軸道路は埼玉県三郷市の東京外角環状道路と茨城県つくば市の国道354号を結ぶ全長約 30km の広域幹線道路であり首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス沿線により東京都心方面を結ぶ都市計画道路であるほぼ全線にわたってつくばエクスプレスに沿ったルートになっており一部では上りと下りで 鉄道効果を挟むように通る。全線が4、6車線となる予定で、2021年現在、4車線で開通している区間と、暫定に車線の区間がある。起点の三郷市では、国道298号、東京外環自動車道と接続しており、首都高速6号三郷線にも近接している。千葉県に入ると第一条に入るために標高が上がるが、全線で、 比較的起伏の緩やかな地域となっている。途中では、千葉県柏市で国道16号、茨城県森谷市で国道294号、つくば市の終点で国道354号と接続し、そのまま直進すると、茨城県道45号つくばもうか千倍パスに至る。また、つくば市内のつくばエクスプレス沿いには、 都市軸道路とは別に、新都市中央通りが整備されている。三里市埼玉県区間は、全区間が三里市となる。国道298号、三里 IC 出口交差点から、東京都道、埼玉県道67号葛飾吉川、松福線のバイパスとして北へ向かい、吉川市との境で東に折れで、市境に沿って進む。武蔵野総社城跡地を通過した後は、 用水路に沿って進み、大場川を越えてもそのまま直進する。三里料金所の敷地内で、常磐自動車道と交差してからはほぼ真東に進み、江戸川北運動公園の敷地内で江戸川を渡り、千葉県道午号松戸の打線の流山署入口交差点付近に至る。現時点では、三里 IC 出口交差点から埼玉県道、 千葉県道29号総加流山線吉川市、境までの区間が県道67号線のバイパスとして開通しているが、都市計画上は、この埼玉県道67号の区間は都市軸道路には含まれない。本来の都市軸道路としての区間に関しては、令和2年の1月頃に、三里流山橋の工事が開始されている。流山市流山市内では、 都市計画道路3.225、下花は、小牧線として整備が進められている。計画では、三里市境を流れる江戸川に、三里流山橋が架けられ、流山所入り口交差点にて、千葉県道5号松戸の打線原道と立体交差する。本線は、高架のまま既存街路に沿って進んで、県道5号松戸の打線バイパス部との接続部で、地平に降りる計画で、 剣道古豪原道から東側の広角区間及び擦り付け区間には速道が整備される。その先は流山警察署前を経由して大あぜまで季節の街路を拡張する。そこで進路を東に変えて流山自動車学校の敷地内を通過大高の森上水場の北側を抜け流山グリーンテニスクラブの南を通過した後北東に向かってカーブし つくばエクスプレスの線路とほぼ平行の向きで、流れ山西資源加速進センター付近を通過する。東部の打線と交差してからは、東初石五丁目と重太油との境にある、変形十字路上を通過しつつ緩やかに東へカーブ、して、つくばエクスプレスに近づき、重太九92番地先で逆向きにカーブして、つくばエクスプレスの線路に取り付いて、線路脇の道路に接続する。 ここから、柏市、堺までは、線路の北側に沿って進む。現在は、大汗の原道との分岐点から流れ山大高の森駅北側の東初石5丁目を経て、柏市堺付近までの区間が、暫定2車線または4車線で強用されている。また、原道未整備、原道拡幅区間ともほぼ全区間で用地の買収と建設工事が進められている。 このうち三里流れ山橋と、同郷から県道午号松戸の打線バイパス部までの取付部については、2014年1月15日の千葉県公共事業評価審議会にて事業着手が妥当と判断された。審議会資料によれば2015年度までに調査、設計、2017年度までに用地取得を行い、 本工事期間を2015年度から2028年度と見込む。埼玉県道、千葉県道52号越谷流山線バイパスとの位置づけで、この区間の1日あたり計画交通量は33,800台。設計速度は時速 60km、標準道路幅員は2 3 8ルで、車道を含む4車線に加え道路両側に歩道が設けられる。 また取付部は、本線が往復4車線、速道が往復2車線で、道路幅員は32.0メートルを想定している。柏市柏市内では、都市計画道路14に船戸線に指定されており、柏の葉地域では、千葉県道47号森谷流山線、柏田中地域では、千葉県道、茨城県道46号の田ウ区線として整備が進められている。 2014年4月現在は、14日内から柏の葉キャンパス駅付近まで、森や流山線の原道を立体交差する柏の、葉橋が完成し、流山市境より、国道16号までと柏田中駅周辺が整備、されている。流山市境から14日内までは、暫定2車線、それ以外の区間は概ね完成4車線で、共用されている。計画では、 流山市坂より、柏田中駅の北までつながり、森谷市坂井では、利根川に加強される予定である。森谷市森谷市内は、千葉県道茨城県道46号のダウシク線として整備されており、都市軸道路沿線では最も整備が進んでいる。2011年1月11日現在は、茨城県道58号鳥出と用岡線との交点である、 大菓市は南交差点から、筑波未来市、境まで開通している。また、百りヶ丘2丁目交差点から北ッケ交差点の間は地下トンネルとなっており、国道294号、関東鉄道上層線を立体交差する。計画では、柏市より森谷市にかけて利根川に橋が架けられ、県路線までつながる予定である。筑波未来市、筑波未来市内では、千葉県道、 茨城県道46号野田ウシク線と茨城県道355号東奈良戸瀬線として整備が進められ、旧国道354号線以北を除いた区間が共用されている。2017年2月26日現在、未来平地区内のみが4車線道路として共用されており、他は暫定に車線道路としての共用となっている。 つくば市計画では、南は、つくば未来市団より、国道354号バイパス、マセ入口交差点までの約 1km が、茨城県道355号東奈良戸マセ線の一部として、開通する予定である。その延長部には、県道45号つくばモーカ線バイパスがある。ありがとうございます。